ついにお待ちかねの初めてのガンプラ。おおおおえ、ちょっと待って、ちょっと待って、これさ、センターカッサーやねんけど、カッサーにしか目いかないね。最初あのアクセントすごい。まずこのワンツースリーリープハイのさ、ワンのカッサー見て、もうね、力強さが違う。あと服もあるんやけどね、スタイリングも次。うわ、うま、この手出す時の頭のヒット入れてるの分かる？カッサワン、ここパンパンのここのアクセントが一人強いんよな。ほんで最後腕をこう持ってくる、ギリギリ音ギリギリまで使うから、なんだ、動きがめちゃめちゃ大きく見える。でセンターでこれやってのけてるから、もうね、センターにしか目がいかない。この始まり11人もいるのに、ラリラララ、うわー、いや、みんなうまいねんけど、なんかね、カッサーの踊り方が本当にね、メインダンサーみたいな、激しくてエナジェティックで、こうなんだ、派手、花があるから、何しててもね、センターにしかこの目がいかないというか、もちろんいい意味でね、めっちゃ跳ねてるの分かる？ある。ほら、こんなジャンプしてる時とかのジャンプの位置が、この瞬間とか、ほら見て、一個頭抜けてんの分かる？で、結構上下に弾むような踊り方をしてるから、髪の毛も跳ねるし、この目に入ってくる動きが、カッサーが一番激しいから、どうしたって目に入ってくんのよすごいな、わあ、上手。で次だ、センターようやく変わりました。センターがようやく変わりましたと思ったら、ミュウちゃんの踊り方がすごいね、ビジュアルの人の踊り方、結構カッサーみたいに激しくボンボン跳ねたり角度つけたりっていうよりも、この美しいクールビューティーのお顔をまっすぐに捉えて左右正対称に踊る、落ち着いて踊るから、ラインで見せてるから、そこの違いもちょっと楽しんでいただいて。でもさ、でセンターに出てきて、このね、カッサーがずっとセンターのトップで一番前で踊ってたやんか。そっからミュウちゃんに切り替わった時に、ミュウちゃんが一番後ろ前のセンターやけど、でセンターにおったカッサーがその隣の前にいるから、視線がね、なんだろう、ミュウちゃんにこう集約はしてない感じ。構成の問題、これは。まだカッサーの方見てる人もいるしっていう感じで、前に出てるすずちゃんのこと見てる人もいるしって、ようやくちょっと分散される感じ。カッサー集約からちょっとふわっと広がった感じがここでする。したい、かわいい、リドンちゃんほら見て、ミュウちゃんがセンターやねんけど、その隣にいるさ、カッサーのさ、ここがすごい激しいの分かる？ほら、めっちゃ可愛い角度を取ってきてる。めっちゃこう、顔を傾けてる感じ。もう、どこに立っても視線を集めちゃうね。で、またセンターだ。足より速いよ。でもね、おもろいもんで、ランちゃんはどこにいてもやっぱ目立つね。もう本当にうまいね、ランちゃんって。これさ、何、もちろん1位デビューやったからっていうのもあるやろけど、もうカッサーの歌になってない、これ大丈夫？構成が本当に、変身して、あ、すずさん見てください、皆さん。みんなから見て、左手にいるすずちゃんがね、お手手の長さがすごい生きてる。手がね、美しいんですよ、腕の使い方が。あー、の瞬間のね、腕のラインとか
長い手をね、ほら見て、みんなよりワイドに開くっていうよりもちょっと狭めに、腕と腕の間を狭めに取ってすごく長く使ってるでしょ。こういうのがね、結構いろんなタイミングで見れるから、すずちゃんもちろんダンス上手いんやけれども、腕の長さ、腕の繊細さを使ったちょっとしなやかな踊りっていうのに今後期待したいなとなっちゃんは思います。ここミュウさんとカッサーの踊り方の違いちょっと見てほしいんやけど、みんなから見て右手の方にいるね、ミュウちゃんで、ミュウちゃんがさっき言ったけれども、あんまり跳ねないし、こう角度つけるっていうよりも本当美しきビジュアルを前面に出すために顔もずっと面が前にしてこういう感じで踊るのね。でそれがすごい生きてる、ラインの綺麗さがすごい目に入ってくる。この公開射線の弱のところとかも、こう手伸ばすところあんまり音を取らないというか激しくいかないよ、みゆちゃんがね。一方でカッサーはすごい全ての栄光を手に入れようとしている、この力強さの相対する感じ、ここの質感の違い面白いよね。あー、エナさん、リノンちゃん、これセンターに来た時に現段階でトップに出てるのがカッサーしかいない気がする。あやねちゃんが出た時もやっぱり V の後ろなんよね。この構成ちょっともったいないかなと思う。11人いるからやっぱり全員一人一人にピンスポット当てるって考えた時に、どうしてもセンターに来ても後ろにいると埋もれちゃうから、それがちょっとなんか構成活かしきれれたらもっと素敵だったのかもしれないって思っちゃう、個人的にね。みんな素敵やねんけどね。ほら見て、すずちゃんの手がいいわ。すずちゃんの腕が綺麗、腕がすずさんの腕ペンになりそう。ほら綺麗。かわいい、いっぱい。りのちゃん目つぶってる、かわいい。今までで見て結構左右対称、そのメンバーの配置でね、メンバーのつがいっていうかさ、よく正対称にいるなっていうメンバーがいるんやけれども、すずちゃんとみゆちゃんが結構対称にいて、あとね、すずちゃんと誰やったかな、しずくちゃんで、けいこちゃんとココロちゃんが結構対称にいるね。でこれ通してココロちゃんとけいこちゃんとすずちゃんかがセンターに来ないんよね。それもったいないよなって思うんやけどな。来ました、ココナちゃん。ココナちゃんの踊り方もすごい繊細で落ち着いてるよな。で結構落ち着いてるメンバーと、激しいイエーイエナジェティックランちゃんとかカッサーねのメンバーと、こう繊細な頭があんまり揺れないしずくちゃんとか、そういう踊り方の違いっていうのが結構顕著に現れてて、やっぱりもともと同じところで練習してなかった練習生、地方からこう集まってきたメンバーだから、そこの違い、見せ方の違い、踊り方の違いが結構顕著でね、それをこれから揃えていくのか、もうそのまま個性として生かしていくのかっていうのも気になるところではある、なっちゃんが。ね、ココナちゃんのこの感じとかずっと残しててほしいけどね、個人的に。この落ち着いた大人な感じ、かわいい。リノンちゃん、なんかリノンちゃんってさ、あのチッケムっていうよりもフェイスカム、チッケムみたいに縦画面じゃなくてさ、横画面の上半身を映したさ、フェイスカメラあるじゃん、あれでバズりそうなタイプじゃない、表情とかで見せるからさ。来ました来ました、ほらこことかこことかね、センターにセンター割にカッサーとランちゃんが来てるでしょ、この二大巨頭です、なっちゃん的二大巨頭、ダンスが激しくてダンスが上手で跳ねるメンバーねが前に来てる状態で、センターじゃないでしょ。ほんでけいこちゃんが上手、みんなから見て右手の一番端でこうやってポージングパートやってるから、歌い始めの時にあんまり目がいかないんよね。でこのパートが終わって、次しずくちゃんがこうやってポーズすんねんけど、それもやっぱり2人の後ろにいるから
ある程度埋もれちゃう。これをどうにかもう一個前にしたりとか、恵子ちゃんもセンターにしたりとか、偏ってるピースポットの量をちょっと調整するとどんな感じになったんだろうなって気になっちゃうな、やっぱ。だってランちゃんとかもう背面だけでもさ、後ろ背中だけやけど、もうめちゃめちゃさ、ダンサブルなの分かる？髪の毛がこんななってるっしょ。それがいいんだけどね。来ました来ました。これカッサーがセンターにいてさ、ランちゃんもセンターにいて被ってるじゃん。ここでカッサーに負けないランちゃんの凄さね。座ってるけれども、すごい見て、このナナナナナナのランちゃんの足。ランちゃんの足も自分のお尻を蹴り上げるかごとく上がってるの。これね、この少しでもしっかり見せる。ほら、もうついてんじゃん。すごくない？うわ、すごー、柔らかー。これね、背面でもしっかりと見せる。もうメインダンサー、ラン。もう、一発目で違います。わーの、わの瞬間見て、ランちゃん。お、見て。もうめちゃめちゃ沈んでるでしょ。ほら、見て。どんだけ下がるので、こっからステップを踏む。この上下ですね、上下の運動。なんちゃん本当に同じ振り付け踊ってると思えないぐらいね、上手なんだよな。何この腰の使い方とか、一人違うの分かる？この瞬間のね、足上げた時の反対の腰の上がり具合、ここここすごくない？この体の側面めっちゃ S 字出てるの分かる？もう同じ振り付け踊ってる感じしないもんね。いや、すごいわ。すごいわ。これね、手、頭、チェキラする時の首のアクセントランちゃん。いやー、ほら見て。もう顎すごいカッてあげてる。ここのアクセントがもう目いく。かわいいみゆちゃんのこのジャンピナッピナ、ここいい感じ。あ、みんないい感じだね。こういう繊細な動きも残してこう。きた、スーパーランタイム。うわー、うわー、すごっ。めちゃめちゃうまいんですけど、ランさん。ランさんみたいなメンバーがグループに一人いることの尊さ。これ本当にダンスレベルが引き上がるからさ。で、みんなやっぱランちゃんのそのうまさにさ、感化されて多分めっちゃ練習すると思うの。このグループの底上げ力半端ないと思う。いや、もう違う人、もう違う異次元の人がいるって感じ。ここ手をさ、右側に回した時のランちゃんの 目線がめちゃめちゃいいです。これ見てる方ね、手を見てる。うわー、かっこいい。いやー、すごー。うわー見た、今の動き、すごー。ほら見て、上向いた時にさ、もう首元の急所丸見えなぐらい向くよ、ランちゃん。だだだ、ここすごくない？見て、これをやっぱセンターでやってる覚悟が伝わってくる。でね、ランちゃんってもともとフィジカルが強い人の踊り方してるんやな。なんだろう、この力強さに首の骨が負けてないというか、ヘルニアに絶対ならないだろうなみたいな、わかる？フィジカルが強いから、こう表現したい力強さ、激しさっていうのもしっかり体に乗せて、それが耐えることができてるから、これから先もこの踊り方でバチバチかましてほしいって感じ。いや、すごい。いや、見て、この角度とかめっちゃ好きだわ、なっちゃん、ランちゃんの。1,2,3,4,5,6! これ6した時にさ、ほら、
これ見るんだよな、ランちゃんで目線を送るのよ。そのペンポイントで送る、目線を送るのよ。目線と顎が足元の方に行ってるでしょ。こういうね、激しい動きもしながら繊細な表現もできるから、やっぱメインダンサーですよねって感じ。あ、もうずっとランさんがセンター死守ですね、ダンスブレイクに関しては。綺麗、すごいわ。今見た、ランちゃんがさ、ダンスブレイク終わって下がった後にね、カッサが前に出てくるんやけども、そこでしっかりカッサの方に目が行くのよ。なぜなら歩いてる時にもう花があるから。すごいね。あ、髪の毛のまず跳ね具合とワンの時にやっぱ頭打つんだね。この瞬間にカーンってみんな打ってんねんけど、その反動で髪の毛を結構遊ばせてる。で、歩いてる時もちょっと跳ねてるから、みんな移動してんねんけど、やっぱ動きが大きいところにうちらの視線は行くから、そういうところで傘の方に目が行って、その傘がセンターに来るから、ここのランちゃんからの傘のバトンタッチがすごいスムーズ。すごいわ。いやー、見てこのカッサーのさ、手を上げてるだけやねんけども、顔の角度とか結構繊細に変えてきてるんよね。こういうとこほら、わかる？みゆちゃん結構前向いてる状態、りのちゃんもちょっと傾けてるけど、それよりも傾けてるの、わかる？これの見せ方？綺麗だね。これさ、ランちゃんの手元めっちゃ綺麗なんですけど、ここさ、手首折ったところのさ、ここの90度というか反り具合わかる？こういうね、うちらみたいなダンスめっちゃ好きな人は手先の綺麗さとか目がいっちゃうんだよ。ここの鋭さわかる？手が包丁ぐらいの鋭さを保っているですよ。もうセンターじゃん、センターすぎるよ。だいたいサバイバル番組のデビュー決まって主題歌をみんなで踊るときに1位の人がやっぱセンターすんねんけど、こんな圧倒的なセンターいる？構成も込みでね、センターとトップの位置がめちゃめちゃ多いのと、センターで踊ってる時のカッサーの花、あの派手な感じ、華やかさえぐいね、マジ。うわー、すごっ。このさ、ダニラティランの時の跳ね具合、この時の力の入れ具合見て、ほら、足の上がり具合と腰の入りがさ、他のメンバーとライン違うの分かる？なんか覚悟違うね。なんか人生最後の曲みたいな、人生で最後に踊れる曲ぐらいのエネルギッシュさで踊ってるよ、かさ。すごいね。でもさ、心ちゃんもね、恵子ちゃんもめちゃめちゃ可愛いのよ。左右対称の端にいるけれども、この二人もセンター来てほしかったな、なんちゃん。リープハイ、これから先もずっと踊ると思うんだけども、センターで輝いてほしかったな。ここさ、カッサーの後ろにいる、左後ろにいるしずくちゃん、さっきも言ったけど、しずくちゃんってね、頭があんまり揺れないのよ、踊ってる時に。で、それは悪い意味じゃなくって、ダンスプラクティスみたいにちょっと離れた定点カメラだと激しさっていうのは乗らないけれども、音楽番組みたいにバストトップだけをこうさ、フォーカスする、いろんな角度からフォーカスしていろんな角度で楽しむライブとかだと、表情だったりこの顔周りの表現の繊細さっていうのがしっかりカメラに乗るから、また違った良さ、繊細な魅力っていうのが伝わってくるはずなんだよな、これから先。めっちゃ綺麗なのよ。あ、綺麗。しずくちゃんのこのなんだ、軸が取れてる踊り方、なっちゃんすごい個人的に大好き。
リノンちゃんやっぱ可愛いな。リノンちゃんマジで天真爛漫って感じ。もうそのままでいてくださいって感じの踊り方。この前向く瞬間のこの踊り方と顔のこの瞬間、この瞬間の分かるこのリノンちゃんのパーソナリティが出てる感じね。やっぱりそのスキル云々もしかり、プラスやっぱりパーソナリティを自然体にどれだけ乗せられるかっていうのもダンスにとってとっても必要やねんけど、そこがやっぱいいよね、リノンちゃんは。すごいね、これもうほんと曲の終盤でこんなにジャンプするの大変だよこれ。すずちゃんのラインが綺麗ですわ。すずちゃんの肩から腕のラインが本当に綺麗。みんな見てこの肩上がった時がね、この瞬間肩上げてるの分かる。すずちゃんここのね肩のアクセントめっちゃ好き。ドンドンすったこの瞬間で、多分すずちゃんね、ここの空間首が長くて肩のラインが綺麗だから、肩が上がってもこの窮屈そうに見えないんよね。肩が上がると緊張してるのかなみたいな、力入ってんのかなっていう印象になりがちやねんけど、そうならないのが武器だよね。カッサー笑顔めちゃめちゃいいね。ちゃんって背高い？めっちゃなんかいいね。みんなで並んだ時にこう頭一つ抜けてる感じめちゃめちゃいいですね。やっぱり身長の高さってね、配置を決める時にすごい大事なポイントで、やっぱり背が高い人がいるかいないかでね、この構成が映えたり映えなかったりっていうのが左右されるから、背の高いメンバーすごい重宝されると思います。心ちゃんも背高いよね。めっちゃいい最後見て、もう首飛んでいきそうじゃん。この最後の最後にこんだけ力振り絞って踊ってくれるの。ダンダン、いやいや、センターです。もうリープハイの完璧なるセンターです。すごいねカッサー、見てこの踊り切った感じ。なっちゃんねる。今回のリープハイのダンスプラクティスに関しては、なっちゃんだけにカッサーとランちゃんのエネルギッシュな踊り方がすごいクオリティを上げてくれてるような感じがしました。でもそのメンバーの配置とかが、その2人が結構目立つ仕様になってるから、なんだろう、みんながみんな平等にピンスポットが当たってるような印象はあんまりなくって、これから先新しい曲を出す時はみんなパート基本的にセンターで歌うと思うから、みんなの良さがバンバン出るといいな。11人って結構多いから、一人一人の良さが平等に出るといいよね。それはちょっと楽しみにこれからも追っていきたいと思います。じゃあね。